こんにちは。<laughs> えー、ですこんにちは。ますの趣味でございます。はい、どうも、こんにちは。 本日はご多忙の中、インタビューにご参加いただきありがとうございます。どう読んだらいいですかね、桝野さん、桝野さんっていうとあれですよね、大使って呼んだ方がいいんですか、いやいや、大将さんでいいですよ、大将さんで。あいは十五十職でもいいです。あ、住職って。桝野さんです。住職ですかね。何て言んですか、大将さん。大将さん。大将さん。五十職です。が、罪悪感の手放し方という本をお書きになったということで、その出版にあたりですね、 僕が帯を書かせていただきまして、ありがとうございます。はい、実現したとということです、えっとはい、私の方からちょっとあのウィキペディアを参考にです、ね、ちょっと住職のですねご案内をさせていただきます。えー、増野さんは曹洞州の徳王山貢献地、徳雄山貢献いい、ね、地です、ねはい、の住職を務められ、はい、日本を代表する庭園デザイナーとしても、国内外で高く評価されていますと。 また多摩美術大学の名誉教授として教育に携わる一方で、えー、北京特等教育機構と教育機構でも大使としてご活躍されています。えー で、今回ご出版された罪悪感の手放し方が多くの人々にとって心の支えになることを期待しております。えー、本日は増野さんのご経験や知識を通じて、全員と庭園の深い結びつき、そして現代社会における心の持ち方についていろいろとお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いしますと。<laughs> よろしくお願いいたします。<laughs> 僕は精神科医としてですね、まあ普通に臨床しているんですけど、まあ、精神科も精神科もというか、精神科こそちょっと偏見が結構多くて <laughs> ど,うどういうふうにこう、ね、あの異業種の方とお話しすればいいか、最初結構迷うんですよね。住職の方のところにもいろんな悩み,の方悩みを相談される方とかいらっしゃると思うんですよね。はい、結構いらっしゃいます。はい、どういうふうにやり取りしてるのかなというのがちょっと僕気になってまして。そうですねやはりあの精神的な、まあ、悩みであるとか、うんまあ、ちょっとこう。 お騒鬱に入ってしまった方とか、いわゆる疾患を抱えた方とか、いろんな方あのいらっしゃるんですけれども、あの共通してるのは、なんかこう、どちらかというと、もう一つは、仕事なんかでもこう、まあ、嫌なことがあると、ずっとその気持ちがそれにこう取り憑かれてて、そこからなかなか離れられないっていう方が非常に多いっていう感じはします。 うん、なるほどいろいろですねあの住職の、まあ、ものを読んだりとかあの、はい、ネットで調べさせてもらったりとか特にその写真を伺うことができなくていろいろあの住職がデザインされたものを伺うことはできなかったんですけど結構ネットでバーッと画像を残すてりましてあのなんですけど何となんく分かります。 ちなみにですけど、一日のスケジュールでは、やはり住職としての仕事、お坊さんとしてのお仕事がメインで、夜の空いた時間とかでデザインをしたりとかするっていう感じなんですか平日は うん、そんなにあのお寺のお客さんっていうのは多くないですから、うん、平日は昼間あのデザインとかす、えー、ること結構多いですよ、うん、もちろんそのお客さん来られたらそれに対応して接客をしたりとか、うんえー、あるいはご相談に乗ったりとかっていうのはあります、うん、で週末はもうおとかもう祝日ですね、まあ、圧倒的にご法事が多いですし、うん、それからあの座禅会をしたりとか、うんえー、そういうのをやってますんで、まあ、あの週末お休みの時は お寺の方がすごく忙しくて、で平日は、えーまあ、法事のご相談に来られるとか、うん、あるいはもちろんご不幸があってこうお知らせに来られるとか、そういうような形で、そんなに年がら年中ついてなきゃいけないという形ではないですから、うんまあ、比較的デザインをしている方はが多いです、えー。なるほど、いや、すいません、なんか僕もあんまりそのどういう生活をされているのかってあの、イメージがわからなくて、わからないというのもあります。 患者さんでも何人かいらっしゃるんでわかる感じもあるんですけど、結構いろいろ、はい。 多様っていうのもありますし、あと僕自身がその臨床していく中で、ちょっといろいろですね。ええ、こう日中の様子とかをイメージするために、こういう質問させていただいてて、申し訳ございません。はいいえ,いえ、ああなんなりと。そういえば、前週の僧侶で精神会しているの、私の知り合いも一人いますね。<laughs> はい、<laughs> なんか。河野、河野さんかな。河野大衆さん。臨済州の、えー、お寺の住職で、うん、まあクリニックでもあれしてますけど。 けれどもお寺半分精神科医半分慶応の方でもずっと研究やってますね。あの県庁に3年間お水師を修行された方ですね。ちょっと聞きたいこともいろいろあってですね。はい、どうしていくか。ちょっとすいませんね。ん僕がちょっとなんかすごい緊張しちゃって。そ <laughs> <laughs> <の>うそリ,リラックスで肩の力抜いていただいて。すみません。<laughs> 僕がですね。まあ YouTube やってく y o u t u b を通じてですね。まあ精神疾 感とか精神科の患者さんとコミュニケーションを取ろうっていう。 ふうなのがです、ね、まあこうあったんですけどで僕らですね精神科医っていうのがそのの西洋のカルチャーでで学ぶんですよだからそれ精神医学の始まりは、まあ、もちろんヨーロッパからスタートしているっていうのもありますしそこでサイエンスだけじゃなくてどうしてもその社会構造の問題とか、えー、そこでのカウンセリングの要素とかは、まあ、その文化ともう入り交じりながらどこからが科学でどこからがカルチャーなのかが混乱、まあ としていていそしてそれは曖昧なまま80年代、90年代まで突入していって、うん、精神科の薬ができるのが1950年とか60年ぐらいからなんですよ、うん、で精神科医療が始まったのは1900年、まあ、ちょい前ぐらいからなので、うん、で、1960、560年から薬が出始めて、今みたいに抗うつ薬がちゃんと使われるのって90年代ぐらいからなんですよ、そ、うん、<で>そうなんですかそうななんんでですすかよねそれまではちょっとカウンセリングだったり、うん、管理ですよね、どちらかというと。 精神科のは人権の問題とか管理の問題が主流で、その後その並行して精神分析とかまあカウンセリングのカルチャーがあって、最近は認知行動療法といってまあア、うん、アメリカの哲学というか、プラグマティズムというか、道具主義というか、ビジネス的な要素というか、そういうカウンセリングがのやり方、だからちょっとポジティブだし、問題解決志向すぎるし、なんとなくアメリカっぽいんですよね。一言で言でうと今の資本主義 <laughs> はい、というかポジティブというかで、うん、そういう中で僕らって勉強してきてで、僕自身も自衛隊にもともといてで、も、うん、自衛隊卒業し、もうあの、はい、やめて。 で、えっと、開業医になって YouTube やってっていう中で、当初はやっぱり精神学を説明していく中で、どうしてもヨーロッパのカルチャーとか歴史をその伝えていく必要があったんですよ。臨床していく中で、当たり前ですけど、んそんなの患者さん大変じゃないですか。<笑><笑>精神科で今から苦しんでる人が助けてほしい。 時になんか薬を飲んでちょっと落ち着いたなと思っても人生の悩みがあってまず悩みがあるからうつになるわけですよね、うん、まあ悩みとか、まあ、日常の問題というかとらわれとかこれがストレスとなって病気を発症するという症状が出るっていう。 こういうモデルなんですよ、精神学。うんはい、悩みの解決をする、だから薬でこっちが良くなっても、薬を使って、これの症状が軽くなって、休職、うん、してストレスとか疲れが取れた後も、こっちは残ってるわけですよね。と、はいう、えー、ことは、すぐまた病気になっちゃうわけですよ。はい だからこっちを解決しなきゃいけないと。はい、で、こっちを解決していくときに、じゃあヨーロッパの歴史から学びましょうってなっちゃうと、あの、<laughs> <laughs> よくなくて、なんかクラシック音楽を学ぶみたいな感じになっていて、クラシック音楽っていうのは、やはりあの技術だけじゃなくて、その、 カルチャーも必要なので、あの留学されたりして学びに行くじゃないですか。ね、それと同じようなことが、まあ、精神科の治療の中でも起きているなと思っていて、これはちょっと、それを YouTube でやるっていうのは、なんか、すごい一番なことしてるんじゃないかなと僕も思い始めてですね。ねで結局、じゃあ、本当に全ての精神科医が、えー、じゃあ、ヨーロッパのカルチャーを勉強して、ヨーロッパのカルチャーを患者さんに教えながら臨床してるかというと、ね まあそんななことはなくて建前としては認知、うん、行動療法とかエビデンスのあることをやりましょうということで、えー、やってるんだけども実際の臨床の本音のところはやっぱり日本のカルチャーとか文化とか無意識にそういうものを。 まあ意識的に使ってる先生もいれば無意識的に使ってる先生もいからそういう中でまあ仏教の教えとかをどういうふうに僕の体の中にあるというか生まれながらこういろんな人から無意識に染み込んできた仏教の教をどうやって で YouTube とか臨床に落とし込むのかってことを考えていた中にたまたまですね今回の機会をいただいたのでああなんかその <laughs> あの今日なんか急に朝ですね朝というか急にというか自分あのねあのパニックになってたということなんですよね、うんうん、でそそのやっぱり仏教の教えの中ですごく 僕もその禅の教えとか好きなんですよね。こう日常と修行が延長というか一体感があるというか。 そこがあの僕も好きで、自分が精神科医であることとか、まあ、YouTube もやるっていうことの、この日常との、まあ、臨床の一体感を僕も結構大事にしているのと、患者さんもやっぱり結構それが大事で、この症状だけを取ろうとか、この問題とか苦しみだけを取ってくれっていうと、会社の問題だけ取ってくれっていうと、どうしてもそれだけだとなんかうまくいかないというか、言語化しにくいんですけど、 なんか難しい、<ー>それで。多分根っこの部分が残っちゃってるわけですよね。そうなんですよね。はい、だからヨーロッパのカルチャーというか、まあ、その認知行動療法みたいな形だと、やっぱりアメリカだと文化が多様なのと、その時間的制約と、はい、あとプライバシーにそこまで入り込んじゃいけないのかとか、まあ、いろんなものが混在して、割と問題解決アプローチというか、分断されてるということだと思うんですけど。はい、でもそれを実際の 実際でもアメリカのその現地の先生たちとかの話を聞くとやっぱ本音と建てがやっぱアメリカにもあってそう <laughs> <laughs> いうことなんですよねあの住職もやはりこう空間を作るっていうこととその修行っていうものの意味があるんだろうなと僕は思っているんですけどそ,その点はどうちょっとお聞かせいただきたいなと もちろん精神学と同じ共通するところがあるんですけど、例えば、うんえー、修行することによってあの、生きていく上での大事なことっていうのをこう、体がこう感じ取っていくわけですよね。 うん、今こうやっていられることがありがたいことなんだ手足がこう動かせることがありがたいことなんだで、うん、こう自然に呼吸ができてることがありがたいことなんだっていう普段何とも思わない健常者であればこうやって呼吸ができたり歩いたりすると当たり前のようにこうできるわけですけども、うん、そういうことが一つ一つありがたいことだっていうふうにこう思えてくるための人の善,の善というか、えー、僧侶の修行というのがうあるわけですよ。 そうすると、この今、生きているというよりも、生かされてるっていう,こう感覚がこう強くなってくるんですね。うん、で例えば あのー、松田先生も今すいませんが10分間心臓止めてくださいって私が言っても自分の心臓自分のものと思っても止められないじゃないですか、うん、あるいは体の血液もじゃあ今ちょっと10分間血液止めてくださいって言っても止められないわけですよ、うん、でも自分の中にこうあってで寝てるとき意識がこう飛んじゃってるときでも、えー、呼吸が自然にこうできてるわけですよねそうすると自分のものと思っているわけですが 実は自分の力を超えたものが動かしてくれてるんだと。心臓にしても血液にしても、寝てる間の呼吸にしても。じゃあそれは、じゃあ誰が動かしてるのかって言ったときに、仏教ではそれが、えー、いわゆる仏というわけなんですよ。大宇宙の真理というふうに、最近はねこう若、若い人は分かりやすく言うんですけれども、その自分を超えたものがその自分を動かしてくれてるっていうこと。そうすると それって生きているんじゃなくて生かされてるんですよねっていうこういう発想にこうなっていくわけですよ。うん、そしてそのおまあ私たちはそのこの命というのは預かり物だと生かされているわけだからあの預かっててやがてはそれは返さなければいけないとで。であるからこそこの命を大事に扱っていかなければいけない。人はものあの 例えば友人とか知人からすいませんがこれ1年間どうしても預かってもらえませんかって言ったときにはやっぱりその預かっている間は分かりましたとなれば壊さないように預かって責任を持ってまた1年後にこう返すわけですよ。 で、この私たちの体も、そういうふうに、預かり物だと言うするならば、お迎えが来るまで大事に預かっていかなきゃいけないと。だから自分で命を絶つようなってうことはあ、あってはならないわけですよね。という効果が発想になってくる。で、うん、そういうようないろいろなものを、こう、一つ一つ、その修行というものを通して、体が得得していくんですけども、その得得している心の状態を、言葉とか、絵だとか、あるいは文字だとか、 うん、とといいうものに落としきれないんですよ、うん、それをその日本の文化、禅の文化でいうと、その空間化した場合には、余白っていうものをとって、その言葉を超えた存在をその余白に込めていくわけですね。で、例えば、禅から非常に大きな影響を受けたような能楽なんていうのは、所作と所作の間に間を取るわけですね。うん、その間,間に、能楽師は一番伝えたいことをこう込めるっていうんですよ。 そうすると、まあ、庭であればこの空間の余白絵でもあっても余白あるいは能楽であれば所作と所作の間の間っていうの見るものはこれって何なんだろうって考えるんですよ、うん、それが余韻になるんですねですからの禅ではね不流文字狂下別伝って言って不っていうのはならずですね流は立つで文字は文字です要は文字の上に立たず狂下 教えというのは、教え、それから次は、ゲは外です、別伝。あの教えというのは、言葉とか文字には,では伝えられないものなんだよと。 いうのが基本的なな考え方なんですねそういうような伝えたいと思うもの、自分が得得したいというものを、まあ、我々はその空間に落とし込んでいこうという、私の場合は庭という空間に落とし込んでいたときに、それを見てくださる方が何をそこで感じてもらえるか。です、これは見る人の、先ほどの農学の話と同じですけど、見る人のやっぱり力量に委ねられるんですね。 うん、その人がどういう心の状態どういうところまでその高まりをしているかというような状況によってその庭でも絵でも見え方が異なってくるそ,その背後を想像していくということなんですよね。うん、だからそういうような仏教あるいは禅とその庭園とか、えーまあ、日本の芸術というのはものすごい深い密接な関係にあるんですけれどもそれぞれ文学の人は その文学を通して、その背後にどういう世界が広がっているかをこう伝えていきたい。まあ、それが昔は漢詩で行われましたんで、下樹っていうんですけど、そういうのを得意,した人を得意とした人を、五山荘というんですね。絵を得意とした人例えば雪舟東洋なんかそうなんですけど、 えー、画装と呼ばれてで我々みたいにこの三次元の庭とかそういうものを得意とした僧侶を、えー、石立てそうと言ったんですよ。修行と一体なんですよそこのやっぱりそこ。それを通して得得したものを表現していくわけですから。うん、なんか聞いてて思ったのがその掃除っていうものもすごく重視されるじゃないですか。はいはい、そのその掃除の延長線上に空間 空間設設計計とかか庭ののみたいなながあるようなイメージなんですかやっぱりね、掃除っていうのは、どなたでも掃除を自分でされると、心が清らかになった感じがするすが、すがすがしいという気持ちがこう、うん、残るんですよね、うんで。それってすごく大事であって、うつうつした気持ちでその何かこう対処するのか、すがすがしい気持ちで物を立ち向かっていくかっていうのは、大きな違いがあって、うん、そのやっぱりすがすがしさっていうのは、えー、例えば空間でいうと、 凛としたような空間をこう作り出せるんですね。やっぱりそれはもう、あのー、相関関係はあります。なるほど。なんとなくわかりました。やっぱり心にも塵がついていくんですよ。あのやっぱりここの塵っていうのは、例えば我欲って言って、もっともっととか、私が私がとか、えー、いわゆるそういうような自分、 を中心としたものの見方方考え方もっと私はこうしてあたい、これがあれが欲しいという、もっともっとという、その外欲というのが、私はそれをあの心のメタボって言ってるんですけどね。だからそれを、仏教というのは、できるだけ薄くして薄くして、その体脂肪みたいのによって覆われてしまいそうな、まあ、本来の事故というの美しい、一定の曇りもないような心を自分で見失わないしようと。 そのためにその修行というのがあってその規則正しい生活というのがあるんですよということなんですね。うん、そこでこう自分で感じたことつかみ取ったことを私の場合は空間に絵の人は絵に文学の人はの文学に落とし込んでいこうという,となんうんなるほどな他のお坊さんの中にもやはり同じような感じで空間とか庭とかそういうものをずっと。 探求していくって人も多いっていう感じなんですか？あのですね。まあ、実はあの鎌倉中期、後期から室町時代っていうのはものすごくいたくさんいたんです。うん、で、なぜかっていうと、その頃は絵にしてもその庭にしても、それから文学にしてもプロという人がいなかったんですよ。いわゆる専門職という人が、うん、皆そのそれぞれ自分の得意とするものをこう。 おまあ、前奏が中心になってこやってたんですけれども、うん、だん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 室町後期から、まあ、戦国時代、えー、江戸になってくると、あの絵描きは画家さんが出てくる、庭は庭師さんが出てくるとか、建築は建物をやる人が出てくるとかって、専門職が出てくるわけですね。うん、そうすると、だん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 それやる人が減っていっちゃいなくなっていっちゃったんです。うんですから今庭やってるのはあの、日本では私一人しかいません。保証<ー>では。 正解っていうことなんですよね、ええ、そうるほど。患者さんの治療の中で、今の問題を解決していくとか、過去の問題を解決していくっていう、そこだけだと、やっぱりこう、終わりがないというか、その先の未来思考というか、でも未来思考っていうのは、なんかすごくこう、資本主義的な、なんかこう、お金持ちになりたいとか、そういう未来思考とかではなく、単純にその美しさ、ええ を探求していくというかそこの理想目標に近づくっていう <laughs> ここの美,美意識というか美徳があるかないかで治療成績って結構変わるんですよねあ<ー>だからこの美徳とか美意識をじゃあどう伝えるのかって結構難しくてその元々やっぱ愛されて育ったとか何かいい死に巡り合えたとか、うん、ポジティブな経験が多い人であれば、うん、まあ分かるしですけど、はい、やっぱり本当にその そうじゃない人たちってね、言い方悪いですけど、まあ、ジャンクな情報しか出てない、ねはい、スマホゲームみたいなもので、なんかこう、いる。で、周りの人もその美徳っていうものを、なんか経験し,し,てないしてないとか、うん、そういう人って、やっぱり苦しいというか、その場主義というか。うん、でも、ここの美徳っていうものを、美意識っていうものが、その陰謀論とか、 その誰かの推し活とかではなく、うん、もうちょっと高尚なものとして探求できるようにするにはどうしたらいいのかっていうのを僕もよく考えていて、で、仏教の教えっていうのは、なんとなく、なんとなくっていうとあれですけど、あの誤解ありますけど、僕らの心の中にもうすでにあるんで、いろんなもので見えてくるし、そのマトリックスとか映画を見ていく中でも、 トラさんとか見ていく中でも仏教の教えが隠れてて、それってトラさんの言葉というか仏教の教えだよねみたいなのもいっぱいあるじゃないですか。この美徳っていうものをやっぱりこう理解してもらうには、やっぱり空間とかお寺とかに行くとかすごくいい体験だと僕も思う,思うんですよ。でも じゃあ何でもそれがそのいいのかっていうとやっぱりそのジャンクなデザインっていうのもやっぱあるなとは思っていてありますね、うん、ここって難しいんですね人それぞれじゃないか好みってって言われそうです、はい、でもそういうものではないんですよね質質の違うっていうものがあるなとは僕も常々思うんですよね、はい、我々がこう常にこう取り組んでることっていうか我々が常にこう 立ち向かってるのはどういう生き方をしたらよいかっていうその生き方がやっぱりすごく大事になるわけですよね。うん、やっぱりこう人間っていうのはその今の世の中こうやれ地位だお金だなんとかだってうそういうものをみんな振り回されちゃってますけど 本当にこの世を去るときに、ああ、自分はいい人生が過ごせたと思えるか、ああ、あれもやり残した、これもやり残したと思って、この世を去っていく、もう2つしかないんですよ。うん、そのときに、やっぱり、ああ、自分のやりたいこと、目指したことはみんなやれたんだなと思うような生き方をするということが、えー、いい人生になるわけですよね。うん、ところが、今の人は、そのビジョンが、自分の生き方に対するビジョンが、持てない人が、持ててない人が、 非常に私は多いいと思いますで目先とか周りの環境から来る悩みに取りつかれる方が多くて、こういう生き方を私はしていきたいんだ、こういう人生を歩みたいんだっていう大きなそのりどころがなかなか皆さん情報が多すぎるがゆえに持てないんじゃないかっていうふうに私は思ってます。うんそううです、ね、余白 ってことですよね本当に厳しい生活というか、僕も自衛隊にいたりとか、規則正しい生活を自分にも課し、今も課そうとしてるんですけど、今の患者さんたちって、例えば入院生活に、 入院がね今精神科のみならず全ての病院がそうなんです昔は結構僕が医者になる10年ちょっと前20年ぐらい前ってもうちょっと患者さんがこう病院でダラダラして囲碁とか将棋打つみたいななんかあったんですよね <laughs> だからそれでいいのかっていうと医療費の問題とかがあるんですけどでもまあ <laughs>、うん、そんな感じで気軽に入院させて。 良くも悪くもしてた時代から今ってもう短期で入院して短期で返すみたいな形になってこれは精神科の世界でもそうでコスパ重視の時代になっていてで今は外来じゃあ入院 もうハードル上がってるんですよね。そうすると、じゃあ外来というか、その通院しながらも入院に準じた生活をしましょう。よっていうことを指導することになるんです。別 <laughs> 規則正しい生活をして、スマホは1日2時間までと決めるとか、それが多くの人できないんですよね。うん、すごくうそう。意地悪なことを言う人みたいに見えちゃくるみたいで、うん、豊かさなんだけれども、これが意地悪にしかないというか。 興味深いのは、目をつじ閉じて呼吸をしてくださいとこう、マインドフルネスみたいなものを、マインドフルネスって今、逆輸入的に今言ってるんですけど、精神科では瞑想のこととかを、ただ目を閉じて呼吸をしていくっていう、はい、この贅沢が5分耐えれないんですよね、患者さんたちって。 何したらいいんですかとかなん、なんでですかとか、うん、<laughs> すごく贅沢な時間なんだけど、あれがただ恐怖だったり、意地悪されてるって感じになっちゃう。うんうん、でも、その時の反応を見ると、その人の心のあり方が、まあ、精神科医目線でわかるんだけども、余白の美しさというか、贅沢さが、なんか感じられにくいみたいですね、うんうん、今は。今、現代の人って、ぼーっとする時間、何もしないでいる時間っていうのが、 不安に思えちゃうんですね何もしないでいる時間ほど貴重なものがないんですよ。その時に頭の中に物事をとどめないようにすると、すごく豊かな時間になるんですね。うん、で、やっぱりそれはね、呼吸がポイントなんですね。呼呼吸という呼吸腹を とにかくあの深く深いあの短電呼吸をされると心がこう落ち着いてきますね。その空間デザインをする中で余白を作る時に最近はないと思うんですけど昔とかこんなに余白を作ってあんた仕事サボってんじゃないかとか言われたりはしなかったんですか。あ <laughs> の初めの頃は自分自身がその余白がやっぱり作れないっていうか不安になっちゃうんですね。でもやっぱりそれがこう経験を重ねていくうちにこれだっていうその余白の空間の広さとか位置とかっていうのは まあ自分の中でこうンと出てくるるよようになるんですようんそこに至るまでやっぱりり時間がかかりますねその余白の間の作り方って年齢ごとに変わるとかはないんですかであ,のあると思いますね。経験を,やるのを重ねていった人ほどその別に広くなるとか狭くなるとかっていうことじゃなくてなんかこう緊張感を持った空間ができるようになりますね。うんで昔あの ある農学士の方と対談をしたことがあったんですけど、うん、所作と所作の間の間っていうのは、え同じ演目を演じたときに、やっぱり自分の中で何かを測ってるんですかって私はちょっと聞いたら、うん、えいや、違いますと。もうその時にそこに自分を込めて、これでいいと思ったら次に移るんですけど、その時の体調とか、その自分自身の状況によって長さが全然違いますっておっしゃってましたね。うん 僕が臨床していく中で、間とか価値観とか、体のリズム感っていうのは、やはり世代の差もあるしかといって、若い人の,その間が必ずその、 悪いかというと、その年代にとってはそれがベストであることも結構多くて、間、ま、っていうのは大事なんだけども、その付け方を変えないといけないんですけど、今度はこっちがそういう対応するのめちゃくちゃ難しくて <laughs>、なんか、なんか一方的に押し付けるもんでもないので <laughs>、1対1の関係だから。<laughs> はい そこってどう工夫したらいいのかなっていうのを常に思ってるんですよね聞く法もその土地と同じようなつもりになっちゃうことがいいんじゃないですかね。あなるほど例えば 20, 20代の人と接するときと50代の接するときには当然その違いがありますから、うん、50代と接するときにはやっぱり自分も50代になったつもりで話を聞いて間、ま、の在り方を取っていく。 20代の方はやっぱりポンポンポンとテンポよく、でもそこでこう、やっぱり自分も20代のつもりでそれをこう聞いていくっていう、多分そういう場に応じて臨機応変に変えていくことが僕は大事じゃないかと思いますよこの間の感じっていうのは、座禅とか丹田とか、丹田を意識したその呼吸の中でこう感じ取るようなリズム感ってことなんでしょうか。 やっぱりそれはね、座、まあ、禅を中心としたその丹田呼吸っていうので、やっぱりそういうのは養われてきますね。だからやっぱり呼吸っていうものが、やっぱりこう、中心っていうことですよね。中心ですね。日本酒飲んでる米とか、醤油みたいなもんですよね。<笑><笑>そういうことですね。<laughs> 不思議とね、こう例えば、緊張をしたりとか、なんか人前で急にスピーチをしてくださいと言われたときっていうのは、大体、あの、こう前かがみになって、 式呼吸になってるんですよだから胸でこうハハハハってこうでで呼吸がこう上がるからなおさら喋りにくくなってるわけですね。ところがそれをあのお腹までこうずっと落とす丹念まで落とすような呼吸をしてからこう喋り始めるとぐっと心があの落ち着いてそんなに上がらなくて済むようになります。 ご専門ですから、あれですけども、緊張すると血管は、これ、きゅっとこう収縮しちゃいますよね。うん、それから、こう、丹電呼吸して心が落ち着くと、血管はこう緩みますから、血流もずっと良くなるんですよ。ですから、そうすると、やっぱりこう、体内がこう活性化しますんで、そんなに上がらなくて、うん、脳とは対処できる、あるいはスピーチができるっていうことになるわけですね。スポーツ選手で言うならば、呼吸が整えられた方が、同じ実力であったとしても、呼吸を整えられた方が勝ちですよ。 この呼吸をまあその座禅の中で瞑想の中でしていくじゃないですか。でこの中でこう呼吸を中心としながらもその意識の中でぼんやりと出てくる概念というか雑念というか思念の漂い方って個人差があるものと捉えてるんですけど僕は無になりなさいってよく分かりやすい説明だとあるんだけれども。 無になれる人となれない人がいるというか、この感覚っていうのはどういう感じなのかなと聞きました、ねはい、非常にその無になるっていうのはね、なかなかこう、分かるようで分からない説明なんですよ。うん、どういうことかって言いますとねだ、じーっとしてると、頭の中いろんなものがこう、あの浮かんでくるのは、これも全員同じなんです。うん、ところが、それを取り合って、 頭の中でとどめて、それを考えてしまうのか、それを放置して、つまり右から入ってきたら左にこう流していくかということ、うんうん、要は取り合わないということができるかできないかというのは、これ、訓練なんですよ。 取り合わなくなると、自然にこう浮かんできても、例えば、今日の夕飯はおかずは何なのかっても考えてしまうと、あ何々が食べたいなとか、何々がいいかなとかっていうことにこう頭の中の考えが進んでいってしまうんですけど、ああ、今日何かなと思っても、うんって言ってこう流してしまうと、その後ってまたしばらく何もこう次のものがこう出てこないタイミングっていそのがあるんですよね。 周りの状況がすっごくよく入ってくるんですよ。鳥のさえずりであるとか、木々がこう風で揺れてる音であるとか、えー、そういうのがものすごくこう、新鮮に聞こえて、これがあのスーッと体に入る、この状態が一番好いんですよ、実はうん。ちょっとゾーンのようなもの、状態ってことですよね。多分あのそうスポーツ選手なんか言うゾーンと近いと思いますね。うん、こののの状況っってていいうのは住職だとどれれらいの時間でで入る感じですもう その時の調子が違いますね。3分とか。ちょっと入れる時も、入るもあるし、ちょっと時間がかかるときもあります。うん、で、その間っていうのは、短くてもすごく長く感じて、すごく心地いいんですよ。そこに入るまでの期間の時間の過ごし方にも僕は意味がすごくあると思っていて。それにはね、やっぱり心がざわついてたらダメですね。心をやっぱりこう、落ち着かせていくっていうか、穏やかにしていく。 その生活が必要になってきますね。うん、それは、その、前なんかで言うと、その、まあ、私はその生活にタガをはめるっていうんですけれども、やっぱりこう規則正しい生活をしていくっていうこと、まあ、それは逆に言うといろんな、いらない情報が今、いろんなこう押し寄せてくる時代ではあるんですが、必要なもの以外はあんまりこう、タッチしていかないっていうことですね。うん、なるほど。 今は情報に振り回されてるし,ましまう方が多いんですよなるほど先ほどの,そのスマホを2時間以内使わないっていうのは同じだと思いますもう,もう見てないと不安になっちゃうんですねそういう人たちは、うん、やっぱり五感を通じて理解することってすごく重要ですよねだからそういう空間というかお寺とかのイメージとか、はい、そこ の掃除とかそういう余白の作り方とか、はい、それが脳内にねちゃんと刷り込まれてるかどうかでやっぱ呼吸する時のイメージって変わりますよねそれは変わりますよね、うん、やっぱり人間ってこの五感で感じたものを心の中で受け取ってこれは何だっていうことを判断して考えるというか えー、行動に移すわけですから、体が行動に移るまでの間に、その感じて判断をするっていう作用がこ、ね、この体の中でこうされるわけですから、その、その、財前提となる五感で感じるっていうのは、こう大事なんですね。そういう全体的な美意識とか美徳とかがあると、この呼吸の間さえも、個人差があるまでさえも、実は、あの、普遍性というか、 これが正ししいいんんだだよよってあるんだけど難しいですよね本当に。かといって古い世代と今の世代が違うことも結構多いので必ずしも昔の世代というか上の世代の人たちまあ若い人のことを代弁するんではが心地よいと感じるリズム感が若い人にとっての普遍的のち正解でもないしどこに普遍性があるかっていうところがすごくこう、はい。<laughs> 言葉ににはしにくいですよね <laughs>、うん、だからそれはね例えばもうやっぱり時代が変わってももちろん年代が変わっても時代が変わっても、うん、変わらないことがやっぱりすごい不変な,なんですよね、うん、ですからその不変なものを真理ってこう言うわけですよ、うん、で仏教でその真理についてを法というふうに言うんですね、うん、法律の法でなぜかというと法律っていうのは山水書いて猿と書きますよね、うん、山水は水ですから水は 高いところからこうざーっとやると絶対に下の低いところにこう流れるわけです。水が去るということは普遍ということを言ってて。だから法律の法っていうのは世の中の真理っていうのを出した言葉がその仏法という言葉には当てはめますけど、法という字なんですね。 世の中が変わっても、時代が変わっても変わらないこと、例えばさっき言って、私たちは心臓がこう動いてくれてるんだとか、呼吸をしてるんだ、血がこう流れ巡ってるんだとかって、そういうのっていうのは変わらないわけですから、そこの原点のことをやっぱりこう見つめて、こういうことで今私はこう生かされてるんだっていうことを感じ取るっていうことが、やっぱり物との心理にこう近づいていく第一歩だと思うんですね。うん、そう、なるほど。そこですよね。確かに。ヨーロッパのカルチャーだと、普遍っていうと神というか、そういう絶対性はいはい、はい 信仰ってことこですけどやはりその日本だと仏がそこに行くというよりは体の血とか呼吸とか、うん、そこの体感的なものとか欲望とかそこの部分の真理ということですよね中心にあるそうそう世の中の真理というものを仏教では仏とか仏教だとか信仰だとか、うん、いろいろな言い方があ,り、ま、あるんですけども、うん、そういう言葉に置き換えてるということなんですよ。そうですねこの感謝との まあそこに何かまあ人格性というかものを持たせると仏という言葉がぴったりくるというかですから私たちはね例えば肺を悪くしたとか例えば胃を悪くしたどっか悪くした時にその胃の存在のありがたさとか肺の存在の健康でいられることのありがたさっていうのを身をもってこう味わうわけですけどもそういうことにならなくても健康でいられるということのありがたさを知って生活ができるかできないかっていうことがすごく大きな違いになりますね。 ちょっと意地悪な質問をしますじゃあありがたくない人っていうのは,、はい、はどうしたらいいんですかね自分で自分が生かされてる誰の世話にもなってないという意識を持つとありがたくないというふうに思っちゃうわけですよ。うん今年は例えば自分で働いて自分のお給料で生活も何も全部出してるから誰の世話にもなってないんだっていうような意識を持った時に、うん、そういう考え方が出てくる。 でも、例えば、朝食べた食事、そのお米一つに対しても、お米を作ってくれた人がいて、それを農家の人が一生懸命すまして、収穫して、運んでくれる人がいる、それから精米してくれる人がいる、で売って、まあ、レストランなり家庭にこう届いて、それを炊いてくれる人がいる。そうすると、自分のところに目の前に来るまでに、多くの人たちの手を通して来ているわけですよ。 それをあの仏教ではおかげさまというわけです。自分の目の前にいる人ではなくて、前、目に見えない人たちのおかげがあって、今これがいただけるんだという、そういう意識を持てるか持てないか。これが人生を豊かにしていくか、寂しいものにしていくかの大きな境目です。うん 今の人たちって、うん、若い人たちもそうですけど、はい、最近多いのは4050代のうつの人たちで、はい、昔より偏見が減っていて、うん、みんな助けてくれるし休んでもいいよと、うん、で、ご飯も別に餓死しないんですよ <laughs> なんかまあお米今 <laughs> 今年は取れてない取れてないというかお米が不足でそんなこと言うなよ、うん、まあ人類ってもう餓死の問題はほ,ほとんどあの克服していてまあ医療の問題だってまあ ここまで医療をやらなくてもいいんじゃないかっていうのがヨーロッパの話でもあって。 ヨーロッパの人たちはそういう日本のような高齢者が認知症になってまで治療していくのはやめようよっていうところからダウンサイジングしていくような医療の考え方にそうなってくるともう昔の人が考えたもう天国というか楽園ですよね現代って <laughs> だけどすごくこう孤独なんですよね煩わしさというか,他人,からの他人との煩わしさを回避したりとか嫌いな人と会わなくなった結果承認欲求とか所属の欲求が満たされず、はい、嫌いな 人とは会いいたくないけれども自分のやりたいことはやりたいっていう <laughs> でもやりたいことが見たくないみたいなここですごく苦しんでる人たちがすごく多いなと。 うん、んですけどこうどうやったらここの感謝っていうものというかそれは思えるんでしょうね生まれてきてきよかったなな、うん、感謝だなと今の世の中ってこう満たされた中に皆さんが生活してますからあのその満たされた中でかなりこう自分の今のようにあんまりこう付き合いたくない人とは付き合わないとか人とはあんまり接触しないでもやりたいことやりたいというそのなんか自分の満たされた中の中でまたある意味わ,わがままな生活がこう成り立ってきちゃってるのが。 まあ、満たされているからゆえに成り立っているのが今の社会だと思うんですよでも本当はねあの、まあ、例えば運水使用ってどういう使用するかというと本当に当たり前のことなんですけれども全てギリギリリのとところまでで落とし込んんじゃうんですよ例えば、うん、食べられないとか足伸ばせないとか出られないとかね、うん、そうすると普段当たり前だと思ってたことがすっごく こんなにありがたいことなんだっていうことを頭じゃなくて体で感じるんですよ。うん、それはね、やっぱりものすごくいい経験になりましたね、私たちは。一般、まあの人たちにそれと同じことをした方がいいですよとは言えないですけども、そういう経験した人たちの話を聞いて、こういうふうに生活ができていることはありがたいことなんだっていうことにベースに立てれば、すごく前進があると思うんです。さっきの例えの例ようにあの病気を されて例えば胃を患って胃,の胃が健康であることはありがたいんだよと言われて、じゃあそういう風にならないように生活にはこうしたらいいんだっていうアドバイスを聞いて、それを信じて進んでいくのか、やっぱり自分が胃が悪くなるまでやりたい放題やってしまって、胃が悪くなって本当その時に初めて胃の健康なことがありがたいと思うのかっいうその違いですよ。 うーん確かに。豪太も知ったあルタもう豪族だったけど、ギリギリのところまで生活水準を下げましたもんね。そうですね。だから虐待を受けてた人で、ネグレクトで餓死寸前だった患者さんとかもいるんですけど、でもそれとはまた違って、うん、やっぱ愛情のあるところでの修行っていうの違いってことですよね。 この愛情があるところででもそのある種の新興宗教のような厳しさとはまた違った全然違いますねハードトレーニングというか、ね、ってことなんですよねでもこのハードトレーニングがやっぱり必要な愛情のあるハードトレーニングが必要なんだけどこれがパワハラとの見分けがまあつかないというかしかも最初は分からないというかこの愛情のあるハードトレーニングっていうのが難しいですよね、えー、でも自衛隊はやっぱり相当厳しい中でや,やりますから 同じじようななことが経験でできるんじゃないですか僕はどちらかというとその賢い人間ではなくてなんかあの体を使って覚えていくというタイプでまあ自衛隊もそうだしえなんか運動もそうだしまあ医者の仕事も割となんと数をこなしながら覚えるというタイプでこの YouTube もどちらかというとなんかあんまり計画を立ててやってるというよりはギリギリまで考えるんですけどどちらかというとその少ない作品数で質を高めていくというよりはたくさん作ってもう息切らし 中でで見つけていいこうっていうタイプで <laughs> 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 やっぱり僕はそのスポーツとか自衛隊でもよく教わってたのはギリギリまでやった時にのそれでも残るものがやっぱだあのいい綺麗なフォームだよみたいな考え方をしてるのででも体を使うのがまあ僕とかは当たり前なんだけれども当たりコロナの時も含めてどんどんデジタルになっちゃって当たり前じゃなくなっていく中、うん どういう形でその体ともう一度こう会話をし直すのかっていうのは、うん、考えなきゃいけないし、そこに愛情もないと、うん、本当に虐待とかブラック企業みたいになっちゃうので <laughs>、うん、難しいなと思いながら、でもすごいヒントがいただけました。うん はい、そうですね、ありがとうございます。<laughs> あのやっぱりこうデジタル化した中で、すべて100%それに置き換えてしまうと、やっぱりどん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 体も動かさなくなってしまいますから、自分の生活の中でデジタル化こうしていても、この部分は自分でマニュアルでやるんだよっていう、なんか自分の中のルールを作るといいですよね。 はい、ちょっとお時間になってしまったんですけどすごいずっと聞きたいんですけどでも話を聞いていく中ですごく自分がずれてるわけでもないしなんか無意識にいろんな人からの教えから、まあ、いろんな自衛隊の中でも、まあ、医者の先輩もそうですけどか教わってきたことが実は仏教とつながってたってことが今回も改めて <laughs> なんか分かって <laughs> すごく大変貴重な時間を頂けたなと思いました。最後に一言視聴者の皆がやっぱりこう 心的悩みを抱えている方が多いわけですが、その黒板にもこう書いてありますけど、うん、悩みっていうのは生きている証拠、悩みがなくなったときはもう,う、なくなってます、生きている以上、悩みはみんなあるんですよ、それとどう立ち向かうかということが、まあ、私たちに課せられた課題です。 はい、<laughs> <laughs> 残夜さんのなくし方、はい、あ手放し方、手放し方という書物、はい、交換の時には。あの、多分アマゾンのリンクも貼れると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。